北川進む3月8日から1932年2月22日は、大日本帝国陸軍の軍人。最終階級は、公平五町。長崎県北松浦郡佐々村出身。いわゆる爆弾三勇志の一人。佐々村大技、瀬の整メ面の農家、北川検索の次男として生まれる。北川家の先祖は、平戸藩に仕えた武士で、検索は、日清戦争。 日露戦争に従軍するも自身が戦果を上げられなかったことを悔やみ、進むを立派な軍人にしようと考えていたが、進むが8歳の時に肺炎で亡くなってしまった。1924年にサザン城高等小学校を卒業後、補修学校後期に入学するも1年で中退し、兄と共に母を助け農業に従事、百二十六年には実業補修学校に進むが、 この時もやむなく退学している。進むは次男だったため、将来を考えて林業の道を進むこととなり、18歳の時に愛浦町で住み込みで働いていたが、20歳の時の想定検査で公主合格を果たし、1931年に久留米公兵第18代大に入営する。1932年2月6日、一等兵として人数に乗船し、 1> 第1次上海事変に出征。2月22日、上海の病行人に貼られた、鉄条網を破壊しようと進むを先頭に、江下武次、作英伊之助と共に破壊党を抱えと死ん爆死した。故郷の佐々町にある三柱神社に、平和の石と台座に記された、進むの銅像がある。戦前は別の銅像が建っていたが、金属類回収令により供出されてしまい、 原村の銅像は、東京都港区の清少寺にあった三遊子の銅像の、進むの部分のみを切り離して移築したものである。また聖火に隣接して、肉団三遊子北川御町記念館がある。ありがとうございます。